こんにちは、の久保です今日はねあのシルベスター・スターローンのロッキーの続編たるクリードこちらについてお話ししようかと思います、えー、実はねクリードは今まで第2作まで公開されてまして今クリード3っていうのがね作られてるんですよねで2022年の11月に公開予定なんですよ、まあ、ですんで撮影の方は順調に進んでいてもうかなり見通しが立ってる状態だということで で今日ねこの日本の皆様にお知らせするのはこのクリードについての先行情報なんですけどもいくつか注目の点があります一つ目は今まで主演をしていたマイケル・ジョーダン彼がですね実際監督もやるってことなんですよこれは前作ロッキーでシルベスタスタローンが主演をやりながら監督もやったっていうところにまさしくね符合するとこだと思いますけどもさあこのマイケル・ジョーダン監督のロッキー3どんな仕上がりになるんでしょうか 二つ目ののお知らせは、ライバルの存在です。今までクリードではさまざまなライブが,でライバルが出てきましたけどもその中で強敵だったのがイワン・ドラゴンの息子だったと思いますね彼ビクトリーとの戦いで、えーまあ、勝利は収めたんですけどもかなり強敵だったと思いますでこれはですね本編ではカットされていたんですけども試合の後クリードはビクタルと友情を確かめるシーンがあるんですよね そして同時に、イワンドラゴとロッキーも、またね、ちょっとしたアイコンタクトで、長年のライバル生活をさらに確かめ合い、尊重し合うっていうところがありましたね。とってもじんとさせる、そんなシーンだったと思います。さあ、そしてですね、ちょっと残念なお知らせですけども、前回、シルベスター・サロンを演じるロッキーは、お前の時代だということで、パンチを合わせて、クリードにメッセージを 送ったのがラストシーンだったと思いますそうなんですよ今回ねシルベスター・スタローンさんは映画に出演されませんということで本当にクリードは続演となりロッキーは永遠の伝説となったんですよねスタローンがもうセコンドでスクリーンに出ることはないということになりますはい。で、今日はね最後にもう一つお知らせがありますそれはシルベスター・スタローンなんですけどもなんとロッキーの 続編を撮るということなんですよこれはこれですごいですよねロッキーの続編といっても80代になったロッキーを撮るわけではありませんロッキーはおそらくですけども役者を選んでイワン・ドラゴンと戦った自分自身のその前後のストーリーを10話とか12話ぐらいで撮っていくということらしいんですよねですんで若狩し日,日の30代から40代ぐらいの時のね おそそらく20代、そうですね30代ですね30代中盤ぐらいのもしくは40代に差し掛かろうとしているロッキーバルボア彼のイワン・ドラゴンとの対戦の前後の隠されたストーリーがまたね作られるんではないかなと思いますすごいですねシルベスター・スタローンもあの年になってもまだまだロッキー取るつもりなんですよロッキーといえば私の父親が熱狂した時代です まあ私もロッキー大好きだったんですけども今クリードを見てるわけですよね私はロッキーっていうのの1作目2作目3作目ぐらいまではちょっと間に合わなかったんですけども4作目を見た頃には中学生だったんで十分凄まじいボクシング映画だなってことは分かったんですよしかも時代背景がアメリカ対ソビエトですからねその後ソビエトは崩壊して、まあ、ロシアという国とウクライナという国になりましたえそしてクリード2炎の宿敵では ウクライナのキーフに住むイワン・ドラゴとその息子のストーリーとして書かれているわけなんですよ。いや今ねウクライナロシアを中心とした、うん、世界を巻き込んだまあ、あれがありますけどもねなんかそこを思うと時代っていうのはすごいなと思いましたね。まあその他、このクリード3いや非常に見どころが多いと思いますのでぜひねクリード45に向けてもチャレンジしてもらいたいなと思います。 まあ伝説は伝説を呼ぶということでこのクリードシリーズもものすごい私ね感動しますね面白いですねじゃあスクリーンでお会いしましょう2022年11月公開クリード3ですで